事前に靴の履き口はしっかり開けておいてください。靴べらを使いましょう。かかとがストンとすっかりきれいに落ちます。靴のかかとと足のかかとをトントンとやって、ここでしっかり止めましょう。最後に甲周りで紐をぐーっと絞り込んで持ち上げるように縛ります。靴と足が一体になるので、かかとも脱げにくく、すごく軽く感じるはずです。ぜひお試しになってください。